引き寄せの法則はスピリチュアルなものだと誤解されがちですが、実は目標に最短で到達するために有効な法則です。しかし、いつもご視聴ありがとうございます。株式会社即決営業の小山です。よろしくお願いします。突然ですが、あなたは営業でどれくらい心理学を活用していますか？メラビアンの法則やピークエンドの法則といったなんとかの法則、ハロー効果やバンドワゴン効果といったなんとか効果、きっと多くの営業マンが何らかの心理学テクニックを営業に織り交ぜているでしょう。しかしその中で引き寄せの法則に注目したことのある営業マンは一体どれくらいいるでしょうか？今ほとんどの営業マンの方々は目が点になったんじゃないでしょうか。引き寄せの法則ってまさかスピリチュアル系？そんなの信じられるわけない、自分には関係ないわと。動画を閉じようとしているあなた、ちょっとだけ待ってください。その考え方には大きな誤解があるかもしれません。実は引き寄せの法則とは宇宙や高次元の不思議なパワーなどではなく、人間の特性を利用した立派な法則なんです。欲しい結果を確実に引き寄せる無敵の営業マンになりたいという方は、今回ご紹介する内容をぜひ実践してみてくださいね。それではスタートをします。即決営業。まず引き寄せの法則を一切知らないという方へ向けて、引き寄せの法則とは何かを軽くご説明します。引き寄せの法則における引き寄せとは、欲しい結果が手に入るのをただ待つのではなく、欲しい結果を自分の手で引き寄せて手に入れるという思考のことです。自分が欲しい結果を引き寄せるためには、ある法則を意識する必要があります。その法則こそが引き寄せの法則です。つまり引き寄せの法則とは、欲しい結果を自分で引き寄せ手に入れるための法則と言い換えることができます。ですので今回ご紹介する引き寄せの法則は、決して本気で願えば宇宙の波動を味方につけられるというスピリチュアルなものではありません。そういう内容を期待していたという方には、無駄な時間を使わせてしまい誠に申し訳ございません。私の専門外ですので、他のスピリチュアル動画をご覧ください。では話を続けますね。突然ですがあなたはプラシーボ効果という言葉をご存知ですか？プラシーボ効果とは、脳が思い込む力で現実を変える効果のことです。例えば子供の頃転んで泣いてしまった時、大人がよく痛いの痛いの飛んでけと言って、痛いところをさすって痛みを遠くへ飛ばすような仕草をしてくれましたよね。そういう時、あれなんかもう痛くないと感じて泣き止んでしまうのがプラシーボ効果です。人は痛みがどこかに飛んでいったと思い込むと、実際に痛みを感じにくくなります。そしてそれは営業も同じです。絶対この商談をものにできると思い込むことで、今はまだ眠っている行動力、判断力、集中力などの様々な力を発揮できるようになります。引き寄せの法則は、脳の働きを最大限活用してあなたの行動を変えるための法則なんです。これからご紹介する具体的なステップを踏めば、あなたの売上は確実に伸びていくでしょう。ではこれより営業マンが引き寄せの法則を味方につける手順を3つのステップに分けて解説します。早速見ていきましょう。営業マンが引き寄せの法則を味方につける手順、ステップ1、具体的な目標を設定する。引き寄せの法則を味方につけるための第一ステップは、具体的な目標の設定です。目標は具体的であればあるほど高い効果を発揮します。例えば売上アップという目標よりも、売上100万円アップ、そのために新規のお客様を3人獲得など目標に数値を入れて具体的に決めましょう。この目標が具体的に立てられない、こういう人は自分がどうなりたいのかのゴールを書き出して、そのために期限を決めて最低限やらなければならないことを書き出してみてください。すると自然とその人にとってちょうどいい目標が浮かび上がってきます。ゴール地点と中継地点を決めることがおすすめです。またカッコつけようとせず、自分の欲望に正直になることも目標を設定する際には重要ですよ。ハイブランドのバッグを持つ、ベンツで通勤するなど、私利私欲にまみれていても構いません。受講生の方で、ドバイの7つ星ホテルに泊まりますと恥ずかしげもなくおっしゃる方もいらっしゃいました。すがすがしいですよね。同時にその方はドバイの7つ星ホテルを少し引き寄せたわけです。まずは具体的で分かりやすく、自分に正直な目標を設定しましょう。営業マンが引き寄せの法則を味方につける手順、ステップ2、プロセスを明確にする。ステップ1で目標、いわばゴールを決めたわけですが、これだけではどんな道をたどればいいのか分かりません。大事なのが、目標を設定したら次は達成までのプロセスを明確にしなければいけないんです。ステップ1で設定した具体的で壮大な目標を
より細かい目標に置き換えていきます。例えばベンツで通勤するという目標を設定したのであれば、まずそのために必要な金額を計算してください。とりあえずベンツの新車が2000万円としましょう。では2000万円のベンツを購入するためにはどのくらい商品を売ればいいのでしょうか。このあたりは売ってる商品によって差が出るところなので、ぜひあなたの扱っている商品で計算してみてくださいね。1日あたりの稼働時間などから具体的な商談数を割り出し、目標を達成するにはいつまでにどれだけ売ればいいのかを決めていきます。あとは何が何でもそこに向かって実践するだけ。このように目標を達成するためのプロセスを細かくイメージすることで、ベンツを手の届くところまで手繰り寄せることができます。営業マンが引き寄せの法則を味方につける手順、ステップ3、目標を紙に書いて貼り出す。ステップ1とステップ2で設定した目標やプロセスを決めたら、ここからは絶対によそ見をしてはいけません。常にイメージするため紙に書いて、目が止まるところに貼り出します。馬に人参をぶら下げてあげるのとよく似てます。思考を変えるには1日の中で何度も目標を意識することが大切です。紙に書いてリビングの壁に貼る、スマホや PC の壁紙にする、よく使う日用品に貼るなど、ありとあらゆるところに目標を貼り付けるんです。目標が手の届くところにあると自分に強く刷り込んでください。なおこれは一つの方法論だったのですが、紙に書くという行為にも手を動かすというワンステップがあるので、より効果を発揮しやすくなりますよ。最後になりますが、引き寄せの法則を実践する時の注意点を一つだけお伝えしようと思います。それは否定語を使わないこと。目標の設定やプロセスを考える時、これこれしてはいけないという否定語を使わないようにしましょう。例えば、昨年の売上を下回らないという目標を設定すると、昨年の売上を下回った状態ばかりをイメージしてしまいます。するとあなたの脳は昨年の売上を下回ることが目標だと勘違いしてしまうんです。そして結果的にあなたの行動全てが昨年の売上を下回るようなものになってしまいます。ですので目標やプロセスは必ず昨年の売上を200万上回るなど肯定的な言葉で設定しましょう。即決営業。それでは今回のまとめです。今回は営業マンが引き寄せの法則を味方につける手順を3ステップに分けて解説しました。引き寄せの法則はスピリチュアルなものだと誤解されがちですが、実は目標に最短で到達するために有効な法則です。しかし具体的な手順や注意点を正しく知っておかないと、その効果を発揮することは難しいという側面もあります。実行に移すときは今回の動画を確認して、しっかりと手順を理解してから実践しましょう。また本当にこれで売上が伸ばせるのかと半信半疑になっているそこのあなた、これはもう百聞は一見にしかずです。自分の肌で効果を実感することが引き寄せの法則を理解する一番の近道です。さあ、あなたの中に眠っている行動力、判断力、集中力、さまざまな力を最大限に発揮して、欲しい結果をグイグイと引き寄せていってほしいと思います。我々株式会社即決営業では YouTube 以外でも様々な形で営業マンの方にお力添えをしております。営業に関する具体的な技術を知ってもっと売り上げを上げたいという方は、この動画が終わったらすぐに即決営業の公式 LINE に登録してください。あなたの営業力が上がる3つのプレゼントがゲットできます。また無料体験セミナーというのもやっていますので、ぜひご参加ください。公式 LINE、 体験セミナーともに詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックしてくださいね。本日は以上になります。株式会社即決営業の小山でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。